あなたは厳しい言葉と褒め言葉、どっちが好きですか？そら褒め言葉のが好きですね。じゃあ、あなたにとって厳しいことを言ってくれる人、褒めてくれる人とどっちが好きですか？そうですね。褒めてくれる人のが好きですね。じゃあ、もう一つ逆にね、あなたに褒め言葉を言ってくれる人と厳しい言葉を言ってくれる人、その人の立場で考えたらどっちが難しいと思います？つまりあなたが逆の立場で人を褒めるのと人に厳しいことを言うのとどっちが難しいですか？当然厳しいことを言う方が難しいですね。そのことをやっぱり考えますね。今日どう言おう。でもやっぱりこれは言ってあげたい。言わないといけない。ということで随分考えますね。で、こう言うときっと気悪するだろう。こう言うと心を閉ざすだろう。こう言うと怒るだろう。だからそうもならないように、こういうふうに言って、こういうふうに言って、そしたらでもこういうふうに思ってやっぱ反発するかもしれないな。でも反発した時に、じゃあどういうふうにそれを受け止めて、その反発をこう収めてどう伝えようということをやっぱり100倍考えます。私もですね、講演ではそういうことを、悩むことはないんですけども、人と1対1で話をするとかですね、実はワークショップという場がありまして、このワークショップというのはやっぱりその人がどんなことを改めていったらいいかということを、気づく場、伝える場なんですね。で、あなたこんなとこいいですよね、笑顔がいいですよねとかね、あなたのこういうとこいいですよねって言ってあげて、でそれはどのぐらい役に立つかということなんです。ああ、よかったなっていう、その人はいい気持ちになる。でも、もう今できてることですからね。もちろんそれを伸ばしていけばいいんですけども、そうじゃなくて、あなたは実はこうなんですよ、あなたは実はこんなふうなところがとても問題ですよ、あなたはここを改めないと本当に仕事うまくいかないですよとか、あなたの会社潰れますよっていうことを、お話ししたいケースが結構あるんですね。で、その時にやっぱり私も悩みます。で、耳に心地よいことを言ってあげてもですね、なんか褒められたみたいに思ってたら、それ何にも役に立たない。ですからやっぱりその人が耳が痛い、でも耳が痛いけども心を閉ざさない、あるいはその時は心を閉ざしたとしても、後で、あ、このことなんだなっていうふうに気づいてもらうように、言えるように実は随分悩みます。で、その上でですね、その人がやはり幸せになってもらうことを心から願いながらお話をするわけです。ですからあなたもですね、人を褒めてあげるとことはもちろん褒めたらいいです。ただこれは言ってあげないといけないなっていう時に、あまりストレートに言っても、あるいはもう思ってることをそのままぶつけても良くないと思います。コツはですね、まず自分がその相手の幸せを心から願うことなんです。そしてなんていうかな、愛情っていうかポジティブな気持ちがベースにないとダメなんですね。そして相手が何か、反論というか言い訳をするときに、それを本当にじっくり聞く。なるほど、なるほど、あ、そうだったんだね、よく分かった。で、その上で実は3秒待つっていうのもあるんですけどね、相手が何かこう説明とか反論した場合に、なるほど、受け止める。そして3秒待つ。その上で、ところでね、ということで、実は、でもねとかね、だけどねという否定形で入るとですね、相手は心を閉ざすんですね。だからその時に、ところでね、もしあなたがそうだったら、相手はどう感じるかなというふうに、ところでっていうふうに、工夫してます。ですからどうぞ、あなたもですね、ぜひ大切な人には苦言を言ってあげてください。で、その時に笑顔で相手の幸せを願いながら、そして穏やかに伝えること、そして相手が反論したり言い訳をしたりするのに耳を傾けること、その上で3秒待つこと。なるほど、よく分かったよ。で、3秒待ってから、でも相手がそれでどう思うかなっていうふうに投げかける。苦言の伝え方というか、それも自分の心に平和がないとうまく伝わらないと思います。ご参考に。